スコティッシュテリア。スコティッシュテリアは、スコットランド原産のテリア犬。特有の性格、ブラックの経路、および典型的なテリアキャラクターで知られ、愛称はスコッティ。アバディンテリアという別名もある。スコットランド原産の5種類のテリア犬の一つ、他は、スカイテリア、ケアンテリア、ダンディ・リンモントテリア、ウエスト・ハイランド・ホワイトテリア。19世紀に、ダンバートン・ハクジョージが名付けた。 最後まで抵抗する頑固者というニックネームもある。小型犬であるが、弾力に飛んだ筋肉質の体格。顎、眉、足、腹は長くトリムされ、伝統的なトリムだと、腹は地面を擦る程度の長さ、頭部、耳、尾、背は短くトリムされるのが一般的。非毛色は、ブラック、暗色が多く、ウィートン、ブリンドルなどの毛色も時折見られるが、 一般的な色でないからといって、ソフトコーテッドウィートンテリアや、ウエストハイランド、ホイトテリアなどと混同してはならない。スコティッシュテリアは、他の多くのテリアと同様、あるいはそれ以上に警戒心は強く、敏瘍、活動的である。独立心と自意識が強く、遊び好き、私的なことで知られ、その厳しい性格と並外れた頑固さから、 最後まで抵抗する頑固者と呼ばれるほどである。非常に愛情深い反面、とても頑固でもある。気難しい傾向のある犬種であるため、要犬の頃からしっかりとしたしつけをしないと、問題犬となることもある。地に挑戦とした、よそよそしい犬種とみなさることもあるが、家人には、とても忠実であり、その中でも少数の特定の相手に対して、非常に深い愛情を注ぐことが知られている。 また、想像しい反面とても神経質であるとも言われている。スコッティは優秀な番犬になる。必要な時にしか吠えない傾向にあり、これは見知らぬ人には、害して無関心なためであるが、他の犬に対してはこの限りではない。大胆不敵と言える犬種であり、妖犬の頃から知っている相手でなければ、他の犬に対して、好戦的に向かっていく。 元々アナグマ狩猟犬として飼育されており、今でもリス、ネズミ、キツネなどを見かけるとその後を追いかけたり、地面を掘り返したりする傾向にある。このため、リードでつないでから散歩させることが望ましい。スコティッシュテリアには他の純血種よりも発症する可能性の高い悪性腫瘍が存在する。ベターネリーメディカルデータプログラムによると他犬種に比べて発症しやすい。 悪性腫瘍としては、身体下部から、膀胱癌、下部尿炉の移行上皮癌、悪性黒色腫、胃癌、皮膚の扁平上皮癌、悪性リンパ腫と微部の癌腫である。他に影響があると言われる悪性腫瘍は、肥満細胞腫瘍、血管肉腫である。研究によればスコッティは、他犬腫に比べ膀胱癌の発症率が20倍と言われ、最も一般的なのは、 暴行の意向上悲願とされる。パドゥー大学獣医学研究所ドクターのデボラクナップは、およそ11くらいの老犬に発症し、1対2の割合でオスよりもメスに多く発症すると、コメントしている。この疾病の兆候は、血尿、排尿困難、頻尿であるが、これらは、尿路感染症と同じ兆候であることに留意る、必要がある。獣医師による診察を受けさせ、 超音波検査で確認するべきである。この疾病に対する最も一般的で有効な療法は、癌細胞を自滅させるヒステロイド抗炎症剤のパーオクセカムである。悪性腫瘍の予防のために、飼育者は除草剤、殺虫剤、溶剤、タバコの煙などに自分の犬がさらされる危険を最小限にしなければならない。飲み苦虫剤の使用にも注意を払う必要があるかも、 知れない。安全で野菜類に多く含まれるビタミン豊富な食事と十分な運動をさせてやることも求められる。遺伝的疾患としては、フォンウィルブラント病の二つが挙げられる、も、時折本研修に見られる疾患である。飼育者は、フォンウィルブラント病の確認のために DNA 検査を受けさせた方が良いだろう。なお、スコッティの平均寿命は11から13年である。 スコティッシュテリアはハイランド原産のテリアとしては最古の犬種であると考えられているが証明されているわけではない。ハイランド原産のテリアはスコッティ以外にも数種類あり、昔は全てスカイテリアという名前で一括りにされていたことが本犬種の血統における混乱となった。16世紀初めにスカイテリアとして記録されている犬が現在のスコッティの直接の先祖なのか あるいは、そうではないのか、様々な見解がある。とはいえ、スコッティが、ウエストハイランドホワイトテリアと非常に近い犬種である、ことは、間違いない。両犬種ともに、パースのブラックマウント地方とラノフホムーアがその起源とされいる。スコッティは、農場での害獣駆除や穴熊、グマ、狐などの狩猟犬として、ハイランドで飼育されてきた。フランス語で、地面を意味する。 テラをその語源とする他の手芸や同じく、穴を掘ったり潜ったりすることが得意な、生まれながらの炭鉱夫である。また、尾は、丈夫になるように改良繁殖された。それは、害獣やネズミを追いかけ、地面を掘り起こして、獲物の巣穴に潜り込んだ時に、飼育者が、スコッティの尾を掴んで引っ張り出すことができるようにする、ためである。スコティッシュテリアほどの古い犬種になると、 その起源はあやふやで文書として残っていない。特徴がスコッティによく似た犬の最初期の記録は1436年のもので、ドンレズリーのスコットランドの歴史1436年の1561年に記述されている。その200年後、画家のジョシア・レノルズが本犬種に告示した犬可愛がっている少女の肖像画を描いている。 スコットランド王ジェームズ6世は、スコッティの歴史において、重要な役割を果たした。17世紀に、ジェームズ6世が、イングランド王ジェームズ1世を兼ねることになったとき、現在のスコッティの祖先であると思われているテリア6頭を、フランス王に送ったのである。スコッティに対するジェームズ1世の愛情と敬護は、世界中で、本犬種の人気を高めることとなった。犬に関する、 著述者の多くが1800年代初めにはイギリスに2種類のテリア種がいたということで意見が一致している。粗い紐のスコッチテリアと柔らかい紐のイングリッシュテリアであ、トマス・ブラウンはバイオロジカル・スケッチャス・オーオセンティック・アニクドッツ・オブドックスで次のように述べている。スコッチテリアは間違いなく純血種と言えるが柔らかい紐のイングリッシュテリアは スコッチテリアと別の犬種を掛け合わせて作出されたものだろう。さらにスコッチテリアについて、低い体高、強靭な筋肉質の体、短く頑丈な足、体格に比べて大きな頭部、一般的な紐の色はサンド、砂色かブラック、密生していて、荒く長い紐を持つと述べている。この書物には、 本犬種の特徴が非常に詳細に記述されており、1800年代初めには、スコットランドのハイランド地方に小型長寿を狩猟する目的で作出された小さく頑丈で粗い紐を持ったテリアが存在していたことを明確に示している。これが以前はアバディンテリアとして知られ、現在はスコティッシュテリアとして知られている犬の徳を表した記述であろう。また、 動物絵画で有名なエドウィンランドシーアの絵画と1835年のスコテッシュテリアーズ・アットワーク・オン・エーケル・イン・ザ・ウエスト・ハイロンズというタイトルのリトグラフには本犬種の最初に制定されたスタンダードと非常によく似た外見のテリアが描かれている。1800年代、スカイ島を含むハイランドには単毛あるいは小さなスカイテリアとして 一とまとめに呼ばれていたテリアが多く存在していた。19世紀後半になって、これらのスコットランド原産のテリアを分離しそれぞれ純血種として確立するため、改良繁殖を行うことが決定される。その結果、ダンディリンモンとテリアとは異なり、様々な特徴を持つスカイシマバラんとされたテリアの総称の二つのカテゴリーに分類された。1860年に、 バーミンガムで開催されたドッグショーでこれらのテリアのクラスが新設され、以後数年間そのクラスで出陳されていたが、この中に現在のスコティッシュテリアの祖先がいた。記録によると、本犬種の最初の改良作出は、ドッグショーの広まりと共に1870年代後半から始まっている。ドッグショーへ出陳する犬にはその犬種のスタンダードとの比較が求められ、ここで初めて、 スコッチ特有の外観、性質が記録されたのである。様々な特徴のテリアがまとめられていたスカイテリアのカテゴリーはスコティッシュテリア、スカイテリア、ウエストハイランドホワイトテリア、ケアンテリアに分類し直されることとなった。剣種としての確率が1800年代終わりから求められていた一方でスコティッシュテリアは様々な名前で呼ばれていた。ハイランド、ケアン、ダイハード、 そして最も一般的だったのが、アバディーンテリアであった。本犬種が、アバディーンで多く見られたことと、アバディーンに住んでいた、J.A. アダムソンが1870年代に、ドックショーに、本犬種を出陳し、多くの賞を得ていたためである。アダムソン所有のロジャーラフ、ペイントンピゴット所有のタータン、ラドローブロムフィールド所有のボンアコード、 ダドロー所有のスプリンター E という4頭のスコッティが初期の受賞権で、そしてこの4頭から純血種としてのスコッティッシュテリアが作出れた。現在のスコッティの血統は1頭のメス犬、スプリンター E と2頭のオス犬から始まったと言われている。スプリンター E のことが非常によく研究された本である、新しいスコッティッシュテリアの著者シンディ・クックは、 スプリンター E のことを現代のスコティッシュテリアの生みの親と位置づけ、どういった理由か、初期のブリーダーたちは他の犬を事実上排除してまで、スプリンター E を繁殖に使った。スプリンター E はタータンと掛け合わされて、後に4頭のチャンピオン犬の母犬となるウォーリを生んだ。ウォーリとボンアコードの子供であるオスのランバーは二、系統の血統の子祖となった。それはチャンピオン犬ダンディ。 ウォーリとのことチャンピオン犬アリステア、ダンディの娘との子であると書いている。大西洋を挟んだすべてのチャンピオン犬が、スプリンターとその掛け合わされたお吸いののを引いていることになる。ゴードン・マレー・タイと S.E. シャーリーは、1879年に本犬種の特徴を確立することに、重要な役割を受け持つことになる。その翌年にかけて、 現在とほぼ同じ方法で分類され始める一方、1879年に独立犬種として初めてイングランドのアレクサンドラ宮殿でドッグ賞に出鎮された。最初に本犬種のスタンダードとして記載されたのは J.B. モリソンと DJ トムソン・グレイによる走行で、1880年にベロ賞のイラストレーテッド・ブック・オブ・ザ・ドッグに記載、出版され、最終的に 本犬種のスタンダードにおける特徴の決定と、コティッシュテリアという命名とに非常に大きな影響を与えた。このスタンダードでは、本犬種の被毛は、グレー、ブチあるいはブリンドルとされたため、1900年代まで、ブラックは流行せず人気の色とはならなかった。1881年には、本犬種の最初の専門クラブである、スコティッシュテリアクラブオブイングランドが設立されており、 現在のクラブ漢字である H.J. ラドローはイギリス南部に本県種を普及させることに注力している。スコティッシュ・テリア・クラブ・オブ・スコットランドはイングランドに遅れること7年の1888年まで設立されなかった。以来、イングランドとスコットランドの両クラブにより本犬種の正しい公式スタンダードはどうあるべきなのかという議論が何年も続いた。 1930年に、その特徴を後世に残すことが可能であるとみなされた4頭の犬を元にして、スタンダードが改正され、最終的にこの議論の決着を見た。その4頭の犬とは、ロバートとジェームズ・チャップマンのヘザー・ネセスティ、エイジ・カウリーが繁殖したアルボーン、バーティ、ウィジクが繁殖したアルボーン、アニー・ローリーとマークス・ン・オブ、ドッケン、アニー・ローリーの弟犬である。 これら4頭の犬とその子孫は、スコッティの外見、特に頭部の長さ、体高の低さ、体格がスクエア、四角であることの改良に貢献することになる。その後のドッグショーでの成功が、英国民とブリーダーによる関心を高めることになり、この改良されたスタンダードが、本研修における大変革となった。その後この新しいスタンダードは1930年、頃に、 イギリスのケネルクラブに認められた。スコッティは1890年代初めにアメリカに紹介されたが人気犬種となったのは第一次世界大戦と第二次世界大戦の間になってからである。1990年にアメリカでクラブが組織され、1925年にスタンダードが制定された。1934年にスコッティッシュテリアは イギリスのケネルクラブで公認された。1936年までにはアメリカで3番目の人気犬種となり、その流行は長くは続かなかったとはいえ、現在でも世界中の飼育者に広く親しまれ安定した人気を保っている。スコッティは3度にわたってホワイトハウスに住んだことのある唯一の犬種である。フランクリン・ルーズベルトが州国大統領が いとこであるマーガレット・スタックリーから譲り受けた、ファラいう名前のスコッティを飼っていたことで有名である。ルーズベルトはファラをとても可愛がり、どこに行くにも一緒だった。ルーズベルトは、ファラの前にも、数頭のスコッティを飼育しており、その中にダフィー、別名ミスター・ダフィーという名前の犬がいた。最近では、ジョージ・ W ・ブブッシュ合衆国大統領がバーニーという、名前のスコッティを飼育している。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。